ルパン最後の事件は、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンシリーズの一編。1939年に、ロート市において連載され、1941年に単行本化された。現在は、アルセーヌ・ルパンの数十億だが、2012年に出版された、ルブランの遺作、ルパン最後の恋が発見されるまで、本作がルパンシリーズ最後の作品と考えられていたため、日本では、 最後の事件というタイトルが付けられている。フランスのアシェットが1941年の単行本化に際して、第9章、金庫室の一部が欠けたまま出版する。改正者、坂木原構造役版はこれを定本としたため、完全な役本は出版されていない。原点は、1987年にロバート・レホンのボキンズ版が出版されているが、 こちらも一部が欠落したままである。2011年に、モーリス・ルブランの著作権保護期間が終了したため、現在では、欠落部を含めた、パンの観光が行われている。欠落部分は、ルブラン研究家のフィリップラデが発見し、1991年に、カリブル氏に発表した。ジャック・ディワール・レディクシオナル・アーセン・ルパンより2003年に、韓国で出版された。 ルパン全集において、欠落部分も含めた初の完全版の刊行が実現した。その役者は、絶版本のアルセーヌ・ルパンの数十億をフランスの古書店で購入し、フランスのルパン研究者の助けを得て、欠落部分を補ったという。ポプラ社、南洋一郎役版では、カリオストロの復讐をルパン最後の冒険のタイトルで出版している。モーリスルブラン。 坂木原構造、1982、ルパン最後の事件、改正者、アルセヌルパン、全集 25ISBN978 から4から03から815250から4、モーリス、ルグラン、デミルヤーズ D アーセンルパン。 マニュシャス、i s b n 九百七十八から二十八億四千五百七十八万四四千百三十七ハット、http コロン、スラッシュスラッシュ、www.arsenelupin.co.gr スラッシュ03ワーク、02ワーク二十パパップ、アスプ。ありがとうございます。